欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。講師の遠藤です。本日は7月22日金曜日に開催されます話し問勉強会の告知をしていきたいと思います。欧州漢のは塾生の皆さんと通信教室受講の皆さんには常に告知のビラは郵送させていただいております。なので今回は簡単に概要をご説明していきたいと思います。7月22日この日は2部構成で、勉強会を開催いたします。第1部、午前中なんですけれども羽ばたき都立の生徒さんが対象になっております。第2部ですね、次、はお昼頃から、3時ぐらいまでなんですけれども、旗の台と轟の生徒さんが対象となっております。第2部の方は、都立、あと羽ばたきですね、で授業がない生徒さんも対象となっております。告知ビラの方には書かせていただいておりますけれども、今回は申し込み、受験申し込み書は不要となっておりますけれども、これはこちらの方で第1部第2部の方振り分けをさせていただいておりますということですので、ご了承ください。で受験票なんですけれども、7月1日の金曜日から各教室にて、手渡しにて配布をさせていただいております。通信教室の、生徒さんは7月1日に、ご自宅の方に郵送いたしますので、お願いいたします。どうしても、これですね、受験の時間帯が合わない場合は移動することも可能なんですけれども、収容人数が限りがございますので、都合によって受験ができないっていう場合も出てくるかと思いますけれども、ご了承ください。では続いて科目の方に行きましょう。科目は、作文、文系、理系の3科目になっております。作文は昨年までと同じで、的中作文ですね、500字から600字書くという作文になっております。次なんですけれども、文系と理系が去年と大きく、出題区分が異なります。どういうことかと言いますと、去年までですと授業で取り扱っていた、FS テキスト前期後期からの出題となっていたかと思いますけれども、今回はそれが出るとは限りませんということです。これはどういうことかと言いますと、当日開けてみるまではどういう問題が出るかはわからないということです。これはどういうことかと言いますと、本番と、同じですね、想定してたと思うんでなんですけれども、本番ですね、何が出るかわからないと言いますと、緊張しますよね、ドキドキしますよね。で、緊張すると本来持っている自分の力というのを悪い方向に行ってしまうと発揮できないということが起こります。これはどういうことかと言いますと、本当は分かっていたんだけどできなかった。飯塚塾長は言っております、分かるとできるは違うんだよということですよね。でこれを本番で体験するのかここで体験するのかでは大きく違ってきます。なのでこの7月22日と言いますのは、もしや、欧州漢本番と同じ気持ちで、受験生の皆さんは臨んでください。で、小5以下の、未来の受験生の皆さんたちですね、小学6年生とは問題が、文系理系では異なっております。なので、この分かるとできるはもちろん体験してほしいんですけれども、まずは何ができて何ができないのかというのを見つめ直す機会にしていただきたいと思います。以上で科目と受験の、日程の話なんですけれども、残りですね、もう一つお願いがございます。今回のパーシモン勉強会というのはパーシモンホールの方の方からご協力をいただいて開催しております。なので、会場にいる皆さんはもちろんですけど、他にもイベントを行われております。その方々にご迷惑がかかる行為、例えば廊下を走り回る、大声ではしゃぐという行為は、皆さんの迷惑になりますので、
マナーに気をつけるという常識ですね。常識に気をつけるということで、マナーよく、参加していただくようにお願いいたします。で、以上で、パーシモン勉強会の、告知となりました。欧州漢字研修生の皆さん、頑張っていきましょう。